速報、ジャンポケサイト、逮捕で終了。衝撃の犯罪に一同驚愕。えー、どうもこうすけです。ちょっとね、朝からすごいニュース入ってまいりまして、えー、もうほんとね、一気にこのニュースのインパクトってね、起こされたんですけれども、えー、ジャンポケサイトなんですけれども、まあ、体調不良かな、何かで、えー、メンタルが病んだみたいなことで、僕も過去に動画上げてね、 えーまあ、競馬の番組から全、まあ、番組降板ということでね、斉藤さん大丈夫なのかなって、なんか一時期は入院を繰り返すみたいなことを言ってたんで、あれ、斉藤さん大丈夫なのかなと思ったら、なんとね、斉藤さんがですね、えー、ちょっと20代女性にやっちゃいけないことをやっちゃって、それでね、書類送検だということで、ちょっと衝撃のニュース、深掘りしていきたいと思うんですけれども、20代女性に、えーまあ、そういうことをやってしまったと。えー これですね不同意と不同意ですね、えーまあ、41ですから、まあ、僕とほとんど同じですね、まあ、同じ学年かもしれないですね斎藤が斎藤メンバーねで今年7月新宿区の路上に駐車していた車の中で20代女性に、えーまあ、そういう行為を加えるなどした容疑を求め持たれてるとうわー駐車した車の中でやっちゃったんだね、まあ、これはもう終わりでしょダメでしょ あと、既婚者でしょ確か斎藤ってね。何やってんのこいつ。えー、斎藤メンバーはテレビ番組の撮影で使うロケバスで女性と二人でいる時に犯行に及んだ。これやばくないこれ。これ言っちゃってないこれ。<laughs> いやいやいやなんでロケバスでやろうとすんの女性が警視庁に被害を相談していたことで事件が悪格し斉藤メンバーについて許すことは絶対にできませんと話していたと。これは女性が被害届出したんだね。で、まあ、勝利送検と。 逮捕したかどうかわからん。ま、逮捕でもしたのかもしれないですね。えー、まあ、そこまで情報出てないんですけれども。任意の調べに対して斎藤メンバーは、容疑を認めた上で軽率な行為で相手方や自分の家族に迷惑をかけたことを反省していると話している。えー、体調不良を理由にね、活動休止してたんですけれども。で、ちょっとね、ネットの皆さんの他の情報を見ていきたいと思うんですけどね。えー、こちらね。え斎、ー、藤メンバー、あ、これはね、 ごめんなさい。斉藤ジャンポケサイトじゃないですね。これ、なんと、松潤ですね。えー、まあ、ちょっと僕もね、サ藤かと思ったんで、ジャンポケサイトかと思ったんですけれども、えー、松潤でしたね。こうなんとね、ちょっと意外に松潤を太らせると、ジャンポケサイトに似てるという一面なんですけれども。で、ちょっとね、まあ、怖いのが、そのやる、それをやった後のジャンポケサイトね、X の最後のポストがこの画像と、 いうことでね、そういう声をした後に、こういう感じね。これはちょっとね、怖い、怖いですね、逆にね。でね、テレビで、えー、そのニュース報じられた時に、まあ、同期かな。まあ、多分同期ぐらいの子孫の長谷川が、もう、すごい号泣してたと。で、なんか山ちゃんも呆れて声にならない様子と。バカだよ、こいつみたいなこと、すごい言ってましたね。いや、まあ、ほんとそう思いますけれども。 でね、もともとちょっとね、元騎手のね、えー、滝川選手が知ってたんじゃないかなと。えー、不穏なポストをしてたと。これね、えー、まあ、結構前、まあ、10月5日ですけれども、今日ね、その、えー、ジャンポケ斎藤のスキャンダル、スキャンダルじゃないや。えー、まあ、犯罪行為が出る前の状況ですね。ジャンポケ斎藤さん、かわいそうだけど、救えないかな、これは、ハート えー、ジャンポケ斎藤さんはです競馬番組やってるんで、あの、騎手のカッとね、結構仲いいんで、ツイートするとまたハッカーを買ったり、それで売名とか言われるんで、予想全部終わったら、オプチャーに詳細載せます。で、これね、一般人がやってももちろんアウト。有名人がやったら一発アウトだと思う話と。まあ、ちょっと匂わせてて、まあもう知ってたんだでしょうね、おそらくね。えー、で、これね、で、斎藤さんといえばね、やっぱり、えー、過去いじめられたっていう、 ものがあって結構いろんなところでねいじめられた、えー、学校で講演しててすごい自分の自分の被害者だったとでちょっとねこの投稿がすごい、えー、波紋を呼んでるんですけれどもジャンポケ斎藤のおそういうニュースを見て斎藤の過去のいじめ体験をほじくり返し、えー、いじめた側はジャンポケ斎藤の本質を見抜いていたんやろうなと、えー、要はもうそういうやつだから周りがねみんな寄ってたかっていじめたんじゃないかみたいなこと言ってる人い 意見が現れる前に釘を刺しておきますが、こういう行為は加害者が100%悪いように、いじめは、いじめる側が100%悪いので、決して誤解なきよ。まあ、これも、僕もその通りだと思いますね。そういうやつだからね、いじめられていいっていう理屈にはならないってことですね。で、ちょっと、これ、まあ、過去に僕が上げた動画は、もう去年かな。 去年の夏ですね。去年の夏も、要はね、不倫騒動はありましたね。中条歩みにかな中条ゆみの、えー、不倫愛、不倫したっていうね、報道あったんですけれども、やっぱりちょっともう、そういう性欲がすごいある男だったんだなっていう感じしますね。だからそれを抑えきれなかったと。いうことで、まあこれはごめんなさい、えっ、ー、と、松潤ですよ、えー。ということでね、まあちょっとイトジャンポケ斎藤ね、僕と、まあ同い年、 だと思うんでですすけれれども,もう非常に残念ですねねめちゃくちゃゃく売れて、ね、せっかく芸人,に芸人で売れるなんてねあのめちゃくちゃ大変ですからで、ね、奇跡ですねあの芸人で売れる確率なんてもう,もう一番低いですかね何,何万分の1とかですからそこで僕と同じとして、まあ、ここまで売れた芸人さんほとんどほんと数数ね、えー、数えるぐらいしかいない中でここまでの地位を一気にな、ね、くしてしまう本当 バカだなと、可哀想、バカだなとしかね、思えないですね。ということで、まあ、ここまで有名になったら、やっぱり、普通の一般人よりさらにね、自分の行動を律して、行動しないといけない。えー、非常に、えー、かわ可哀想だなというかね、えー、思いましたね。ということでね、今回ちょっと速報で開けさせてもらいました、ジャンポケサイト、逮捕で終了、衝撃の犯罪に、一度驚愕というね、お話になりました。えー、こういう形でね、真のニュースで続いて,ておりますので、えー、チャンネル登録してまたご覧いただきますと非常に嬉しいです。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。